朝霞丸は、かつて日本郵船が所有し運航していた、貨物船。太平洋戦争開戦前は特設運送艦、開戦後は特設巡洋艦、特設運送船として運用された。太平洋戦争勃発前に、最後にパナマ運河を通過した日本船でもある。朝霞丸は、日本郵船の欧州航路改善のために、投入された A 型貨物船の3番船として、 三菱長崎造船所で1937年2月18日に、飛行し7月7日に、浸水、11月30日に竣工した。朝霞丸建造の際、日本郵船は、赤木丸と同様に、第三次船舶改善助成施設を活用し、その見合い会体船として、実写持ち船の中から1905年建造の可客船、丹後丸を充当したが、 タンゴマ丸の解体は後に取り消された。竣工後は、王公はパナマ運河経由でハンブルクに至り、キトはスウェズ運河を通過して日本に戻る東高世界一周船に就航するが、早くも1940年4月10日付で日本海軍に徴用され、4月15日付で特設運送艦として入籍する。しかし、 三ヶ月も経たない七月一日付で一旦開用され、十二月二十四日に再び徴用され、十二月二十七日付で再度、特設運送艦となる。その間の十二月二十六日から1941年一月十五日まで、横須賀海軍交渉で特設運送艦としての偽装工事が行われた。昭和十六年一月十六日、朝霞丸は、 横須賀を出港し、ドイツ側との兵器交換のためヨーロッパに向かう。パナマ運河通過時、アメリカ軍がアサカマルにスパイ防止を口実に武装兵を同乗させようとして一文弱があり、最終的には若干名の兵を形式的に同乗させることで妥協した。アサカマルはリスボンを経てビルバオに到着し、日本側からは魚雷などをドイツ側に乗とドイツ側からは メッサーシミット BF109 やファイ1 5 6シュトルヒ、新式ソナーなどを譲渡された。朝サ丸は4月18日に横須賀に帰投した。9月5日付で特設巡洋艦に留別変更され、9月8日から10月16日まで大阪鉄工所桜島工場で特設巡洋艦としての偽装工事を受ける。朝サ丸は第22戦隊に編入され、 特設監視定隊の母艦的存在として釧路及び、横須賀を根拠地として行動する。1942年6月には、キスカ島攻略作戦に、臨時の総会母艦として従事し、搭載していた、大発動艇を使って、簡易総会を実施した。7月19日と12月22日には、潜水艦と交戦。1943年に入ると、 キスカ島向けの資材輸送に従事する。3月には数字にわたるアッツ島への輸送作戦が計画され、第一陣として同系の特設巡洋艦、アワタマルや特設水上規模艦、君川丸、陸軍輸送船、先戸丸が輸送作戦を行って成功させていた。アサカマルは弾薬や木材を搭載して先戸丸と戦乱を組み、 第5艦隊の強力な援護を得て3月23日にバラムシル島を出撃しアッツ島に向かう。しかし3月27日未明にアメリカ第16.6任務軍と遭遇し、交戦する。朝か丸と先と丸は非敵川に退避し、攻撃を受けなかったが、アッツ島への輸送作戦は中止となった。開戦後は再び紹介、輸送任務に当たった。10月1日。 朝霞丸は、特設運送船に類別変更される。11月27日から12月28日まで、三菱横浜造船所で、特設運送船としての偽装工事を施行後、1944年1月には、エニウェト区干渉、トラック諸島への輸送作戦に任じる。2月15日に、引き上げ者534名、船員その他261名を乗せて、 トラックを出港し、横須賀に向かうが、これはトラック島空襲の2日前のことであり、朝霞丸は、まあ、一発で機難から逃れた。横須賀には2月24日に到着した。3月に入ると松輸送に加わり、2隻の特設運送船、サントス丸と山陽丸と共に、東松3号特船団を編成して3月20日に、立山を出港。3月28日に、 トラックに到着し、サイパン島を経由して4月12日に横浜に帰島した。ついで4月28日には東松7号船団に加わって東京湾を出港してサイパン島経由パラオへの輸送作戦を行う。パラオへの輸送を終えてサイパン島に向かう途中の5月21日、朝霞丸の船団は北緯13度33分、東経140度30分。 北緯13.550度統計140.500度、13.550、140.500の地点でアメリカ潜水艦、ビルフィッシュの攻撃を受け、アサカマルは、南を逃れたが海軍徴用船、ボクヒロシマルに魚雷が命中して損傷した。船団自体の航行も低速船が多く難中を、極め、サイパン島に到着後提出された初見では、 優秀船に無能無力の船舶を付するのは、無策と切って捨てた。6月20日、朝か丸は日67船団に加入して6連沖を、出港して南下し、湘南に向かう。湘南到着後、スラバヤ、マカッサル及びジャカルタを巡って、湘南に戻ってきた。敏感島産房機サイトを搭載し、9月6日、湘南出港の日72船団で北上する。しかし、 船団は9月12日に3隻のアメリカ潜水艦、グロウラー・パンパニとシーライオンからなるウルフパックに捕まり、大損害を被った。朝か丸は、難を逃れて、他の残存艦船と共に、3アに逃げ込み、ここで船団の再編成が行われた。9月16日、顔ぶれを改めた、日72船団は、ニレバヤシを出港して、日本本土に向かうが、 9月20日未明、北緯23度31分統計119度12分、北緯23.517度統計119.200度、23.517、119.200の地点に至ったところで夜間爆撃を受け、朝か丸は直撃弾こそなかったが、資金弾で火事を切断防止し、機関の運転を駆使して9月25日に魔皇に到着。その後、 マコーで10月20日頃完了の予定で修理が開始されたが10月12日にアメリカ第38任務部隊の艦載機による空襲を受ける大型の朝霞丸は狙い撃ちにされ投下された魚雷が2本命中して船体は徐々に傾斜と沈降を増していったやがて傾斜30度に達したところで総員体制が例され軍艦帰撤局後の10時30分に 爆弾一発が命中し、環境部を水面上に見せたまま沈没した。沈没後、転用可能な機銃は陸上に移された。1945年1月10日に除籍及び海洋。朝か丸の通過後の昭和16年7月に、運河の修理を理由として、日本船を事実上締め出した。ありがとうございます。